えー、こんにちは荒木和弘ですでは三年一月七日木曜日のショートメッセージをお送りしますで今日お話しするのは韓国の方の話ですでよく学生の質問で受けるんですけども、まあ、あの韓国の大統領ってなんでああいうふうに終わると終わる時にみんな捕まったり、えー、自殺したりするんですかというふうに言われるんですね でそのさらに続きで、なんであんなに捕まったり自殺したりするのに、また次にやろうとする人が出るんですかというご質問があります。今日はちょっとその話をしたいと思います。で、韓国の大統領は5年一期、担任制です。これは1987年の大統領選挙からですね、そうなってます。 で2回はできません、だからつまり今のムン・ジェイン大統領も来年任期終わりますけども、そうしたらば自動的に退任ということになります。で、えー、もう一つ、韓国の特徴というのは、まああ、大統領に極めて権限が集中しているということなんですね。えー、首相、国務総理はですねあの、まあおか、お飾りみたいなもんです。えー、なんかあの 問題が起きたら首切って責任を取るためのですねあのそういうような存在とすら言えます議会あの議員内閣制の日本みたいな国の首相とは全く意味が違いますでもともともう李長の時代からずっと朝鮮半島というのはあの中央集権でした ですからもうそういう中でですね、えー、当時はソウルまあソウルって名前はいろいろ変わってますけど、まあ、ソウルにともかく全てのものが集中する日本の封建制、えー、江戸時代とかですねそういうふうに例えば300の藩に分かれていてでやがてまあ江戸幕府が衰退していった時にですねで、えー、薩摩長州とかですねそういう,う藩が 国を変えるために今動き始めるとそういう地方に力というものはなかったんですね全てがもうソウルに集まっているでこれ今の構造も似たようなもんですでともかくその大統領を中心とするところそこに全てのいろんな力がこう渦巻きが起きるわけですねでそして5年 1>, 1回のお担任制度ってのはどういうことになるかというと、ですね、まあ、要は、えー、こんな感じです、えーと。この間が5年間。で、えー、政権のスタートの時には、もう圧倒的にすべてのものが集中しますから、えー、こいう力がもうある。 だから、そうするとですね、マスコミもあんまり文句言えない。でところが、だん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 、この残り期間に反比例して、力が弱くなってきます、えーあ。残り時間に比例してですかね、力が、もうどん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 、こう、リーダーシップが落ちてきます。で、もうこの選挙、大統領選挙があると、もう次の大統領がなんか大統領みたいな顔をし始めると。で、そしてまたこういうことが、これが繰り返される。で、ここの着地点のところで失敗すると、 えー、牢屋に入ったり、自殺しちゃったりと、えー、亡命したりとか、そういうようなことがいろいろこう、続くわけです、えー。というようなことをずっとやってるんですけども、しかし、それでもここにあるものっていうのは、これはもう王様ですから、えー、非常にですね、あのえーまあ、魅力があるわけですね、政治家としては。 まあこ,のこれを取るか取らないかで、本当にあのゼロサムゲームみたいになってしまうので、日本みたいにですね政治の世界でも、どっちかっていうと、見てると、ですね政治闘争というよりも、やってる本人たちは大変ですけども、のんびりやってるなっていうふうに、こういうところから見ると見えます。で、今のムン・ジェイン政権はもうここで終わると、そこで政権が交代するとですね、 この今の大統領をはじめとしてその周辺にいる人間っいうのはみんな捕まるだろうって思ってますだからそうしないためにはどうするかってことにもうすべての力 を注ぐとでそうすると、ですねもともかくもうそれはもう国民弾圧しようが、もう自由を制限しようが何しようが、今までですね民主化だなんだって言ってた皆さんが、もうそんなこと関係なく、もう自由の制限でも何でもしてしまうということになります、で、えー、検事総長を解任するだなんだという話になるわけですね。で、えー、しかし、まあこれどうなるか全くわかりません。まあ、本当にですね今の韓国は えー、そういう権力をめぐる仁義なき戦い、えー、の時代であるというふうに思いますなかなかですねこれあのでさまざまなあの汚職とかそういうものは出てくるわけですけども権力の一番ある時にともかく取っとかないと後で自分があそのおこぼれに預かるという可能性がなくなるということでもうその時にやってしまってでそれが結果的に後で暴かれるということをですね 繰り返すよううになってくるということです、えー、これが変わるようになるかどうかということなんですけれども、こういう政治風土ってそう簡単に変わるものではありませんから、まあ、やはり多少形は変わっても、今後も続いていくんではないだろうかなというふうに思います。まあ、韓国の政治、これからどうなるんでしょうか、まれ、あ、わ一応そういうところですね専門にしている者にとっては、また非常に興味が尽きないところではあります。 え今日はあ韓国の政治についてですねお話をいたしました。今日もありがとうございました。